カフェステラと死神の蝶。はあ、やっぱりこの時期は人でいっぱいですね。のぞみさんてんやわんやでしょうか。邪魔にならない程度に新年の挨拶だけしておきましょうか。わかりました。にしても屋台っていい香りがしますね。私たちも来年は参加しましょうか。後世さんは何をお願いしたんですか。私たちの未来についてお願いしてくれたわけじゃないんですか。あ、そんな風に言われると照れますね。でも、はい、よろしくお願いします。私を幸せにしてください。その代わり私も後世さんを幸せにしてみせますから。